西口逗子駅は、神奈川県逗子市逗子一丁目にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道横須賀線の駅である。JR の駅で、津から始まる駅名は当駅のみである。横須賀線は当駅折り返し及び、始発、終点の電車が多い。特に日中では、成田空港駅発着便などの1時間に1から2本を、除き、すべてあたり駅発着のため、 東京方面と栗浜方面の双方へは当駅での乗り換えが必要となる。新宿駅経由で宇都宮線に直通する湘南新宿ラインの列車も当駅が起点、終点となっており、ここから栗浜方面は横須賀線の電車のみの運転となる。過去には1998年から2008年まで。 土休日のみ当駅発着の横浜線直通電車の設定があった。JR 貨物の駅は、シャー貨物の臨時取扱い駅であり、定期貨物列車の発着はないが、後日の通り臨時の公衆輸送列車が発着する。東京駅経由の総武線直通列車のほか、新宿駅経由で宇都宮線に直通する湘南新宿ラインも停車する。また当駅には、 各路線ごとに駅番号が与えられている。一番線ホームに保存されている旧寿司駅湖線橋の柱端式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。本屋側から端式ホーム、島式ホームとなっている。また、三番線の隣にはホームのない着発線も並行しているが、これは一部の列車の留置に使用されるほか、 工述する総合車両製作所専用鉄道を介して公衆車両輸送をする際に使用される。また、横須賀線の運行管理を行う、図市 CTC センターが当駅に併設されていたが、2009年11月1日のアトス導入に伴い同月15日限りで業務を終了した。2007年8月4日には、東図紙寄りに、 エスカレーターとエレベーターを完備した新橋上通路が開通し、西口も少し南へ移転し、鎌倉寄りの京城通路も乗り換え通路に転用された。緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、自動改札機、自動生産機設置。また、駅構内に、ニューデイズと横浜銀行寿司支店寿司駅前出張所、寿司警察署寿司駅前交番がある。 主な駅弁は、下記の通り。当駅から京浜急行電鉄金沢、八景駅付近にある、総合車両製作所横浜事業所へ続く全長 6.4km の専用鉄道がある。当駅を分岐後、横須賀線に並走し、通信し、京急寿司線との交差点付近で方向を開北上、神武寺駅の六浦よりで同線に合流している。 ここから先は 1435mm と 1067mm の3の三線機場で、金沢八景駅まで続いている。この専用線は、横浜事業所で製造された車両を搬出するために、使用されるほか、京浜急行電鉄やその乗り入れ先である、東京都交通局、京成電鉄、北総鉄道向けの公主車両輸送で使用される。輸送される際は、神武寺駅まで、 総合車両製作所が所有するスイッチャーが牽引し、それより先は JR 貨物新鶴見機関区川崎発出所属ので10系、またはで11系、DD200 型が当駅、または新鶴見信号場まで牽引する。なお、神武寺駅から先の京急寿司線との共用区間については、昼間時の同線の列車暗行を妨げないよう、公衆輸送の際は、 終電後の深夜に行われる。1991年にはこちらで団体専用列車が運転されたことがある。2019年度の1日平均乗車人員は28,798人である。近年の1日平均乗車人員の推移は過表の通り。近年の年間発着トン数は過表の通り。西口 225cc 以上の大型バイクにも、 対応する JR 寿司駅西駐輪場と 125cc までのバイクまで対応する JR 寿司駅東駐輪場がある東口バスターミナルに設置されている寿司駅が最寄りバス停である全路線京浜急行バスによって運行される駐車区出店ありがとうございます